おはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX の相場解説はごく短めです。こういうね、あんまりエントリーする可能性がない時っていうのはさっと流した方がいいかなと思います。今日はなんでエントリーすることがリスクになるのかってことをお話していきますね。じゃあ画面を切り替えてみましょうか。はい、もう1時間足だけ見ます。私は1時間足で取引しますんで、こういう時にね、1時間だけ見ればもう十分です。もうお分かりだと思うんですけども、ちょっと箱を引きますね。ここですね。もうトレンドが消えてからというもの、箱がこういう風にできているのと、あと直近だとね、幅は広がったんですけども、このぐらいですね。で、今105円の513っていう値がついてますけども、これ最大で倍の方に傾いても、これ見てください、105円の720ぐらいなんですよ。20ピップスいかない、いく、そのぐらいですよね。で、今度下の方に下がってみると105円の280と言っていいでしょう。だからこれもね、20ピップス前後なんですよね。この上に触れても下に触れても、ね、上に触れても下に触れても20ピップス前後ってことは、このボックスに入ってるってことは、あの天井に張り付いた時にセルをかけたりとかね、あの下の床に張り付いた時にバイをかけたりして20ピップスを取りに行くのはやっとってことなんですよ。しかもこれ天井に張り付いた時にさらに上に行く可能性があるんですよね。だからリスクはちょっと高いです。下に行った時もそうです。だからレンジならレンジで、レンジの幅が広ければ往復ビンタって言ってね、両方で取れる可能性あるんですけども、上下20プラスマイナス20だと、これはねスプレッドの分だけすごく損しますんで、ここはねちょっと見ない方がいいかなと思います。もう一個のボックスがありますよね。ちょっと前になりますけども、こちらの方はねさらに幅が狭いんですよ。すいません、四角になりましたね。矢印で書きます。天井がこうでしょ、床がこうでしょ。だから上昇の N の勢いが収まった時にレンジ入りましたけども、こっからこの狭いレンジの中で戦うのはねちょっと難しいなと。でブレイクするかと思ったらブレイクせずに、ちょっと大きくなったレンジが展開されてる、そのレンジの膨らみってやつですね。これたまにあるんですけども、今までちょっとね、私が記憶にある限りこの1年間ぐらいはこれに気づいたことがなかったんですけども、レンジがこの箱だとしたら、次にブレイクせずにレンジをこういうふうに膨らましていって、やっと次の第3段階目ぐらいにこのぐらいのレンジになるみたいな形があるんですよ。ですので、もしかしたらそれの第2ウェーブ、第2レンジが訪れてるのかなっていうふうに考えられなくもないんですけども、ただこれね、記憶に残るぐらい本当に稀なんで、あんまり気にしなくていいかなと思います。私はブレイクだと思うんですよね。ブレイクってのが、ちょっと赤で書きますけどね。こういう風な感じで起きて、こんなブレイクとかをするんじゃないかなと思いますね。こんなブレイクとか。だから3つ目のボックスを作る前に、3つ目のボックスをね、作る前にですね、どっちかにブレイクして、そのブレイクについていけばいいのかなと思いますね。そのくらいです、今日お話しすることは。はい、では以上です。今日はちょっとね、また様子見連続です。それから29日ですから、月末30日、それから月初10月1日ってものを挟みますんで、ここは普段でさえね、あんまりエントリーすることがないんで、苦手なところですよね。だから、頭と尻尾はくれてやれって言葉がありますけども、月末月初はくれてやれということでまとめさせていただきます。それでは FX の基礎講座の方もね、よろしくお願いします。お申し込み20名を超えました。ありがとうございました。